黒猫魔術店チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。黒猫魔術店の魔女のみつ猫です。いつもご視聴ありがとうございます。黒猫魔術店チャンネルではオカルト、魔術、おまじないなどいろんなことを、配信しているんですが、今回はですね、私がいつもよく使っている石をご紹介したいと思います。今日ご紹介するのは乙女座の守護石にもなっているこちらの石です。これはジェダイトと呼ばれる石ですね。和名だと翡翠という石になります。こちらをねご紹介していきたいと思います。結構このジェダイト翡翠はですね、間違われることが多い石になっているので、これをご参考にして、あと乙女座の皆さんもですね、ぜひ、翡翠を使ってみてください。まずは鉱物学の観点から、こちらですね、このジェダイトという鉱物は珪酸塩鉱物の中の胃の珪酸塩、鉱物になります。でその中の輝石、輝く石と書いて輝石というグループの一種のものになりますね。ややこしいんですけれども、あの輝石の一種と覚えていただければいいかなと思います。でお色がですね、今ちょっと黄緑色に見えるかなって思うんですが、あの純粋なものはですね、白色になります。でも白色の他にもこういった薄黄緑色、うぐいす色といった方がいいのかな、もあれば濃い緑色もあったりします。いろんな色があったりするのが特徴ですね。で、このまあ翡翠なんですけど、実は昔はこれが翡翠と呼ばれてなかったんですね。もう一つネフライトという石があるんですけれども、そちらの方を中国では翡翠と呼んでいたりして、全く違うあの鉱物なんですけど、それと分けるために近年になってからこのジェダイトの方を硬い玉と書いて硬玉、そしてネフライトの方を柔らかい玉と書いて軟玉というふうに、分けて呼んだりもします。はい、ちょっとややこしいんですけど、今現在翡翠と呼ばれているものはジェダイトで、硬玉の方なので間違わないようにしてください。結晶系は単斜晶系と呼ばれるものでですね、ナトリウムとアルミニウムを含んでいます。はい、なので化学組成式は NaAlSi2O6 というものになります。モースコードは7なので、だいたい水晶と同じくらいの硬さになります。でこちらが硬玉なので、その間違われていたネフライト、南極の方はこの7よりも少し低い、まあ6とか 6.5 とかそういう硬さになってきます。でジェダイトの方、壁界が2方向に完全なんですけど、90度で割れていきますね。そして一番の最大なその、まあ、産地ですね、まあ、ミャンマーになります。ミャンマーのビルマ翡翠といえばすごく有名ですね。で他にもロシアやメキシコなどで産出していますね。はい、はい、こちらが私が持っている、鉱物の本になります。ロッカーのミネラルズという本、大英博物館で買ってきた本なんですけど、ここにもですね、ジェダイトが載っています。ジェダイトはさっき言ったように鉱物学のことがここら辺に全部書いてありますね。輝石グループ胃の珪酸塩鉱物ですよっていうことと、あとここにですね面白いものが、このジェダイト、まあ、ジェードとも言うんですけども、いろんなマスクになっているということですね。
はい、これはジャガーマスクと呼ばれるものだし、こちらはマヤのマスク、そしてこの2つがメキシカンマスクということで、南アメリカの方でもこのように翡翠をですね使って、ここに書いてあるのは儀式に使われていたよっていうことが書いてあります。なので、まあ翡翠というとなんとなく中国とか台湾とかが有名な感じのイメージしますが、南アメリカでも結構まあ歴史が古かったようですね。書いてあるのを読むと、どうやら金よりも高値というか貴重なものですよというだったよということが書いてあったよう書いてありますね。でこれがジェダイトの色というか大きい石になります。茶色のところもあって白いところもあるよっていう、これはすごくいい見本だなと思うんですけれども、こういう形の色味のジェダイトもあるということですね。でそしてじゃあヨーロッパの方はどうかっていうと、ここにも書いてあるんですけれども、ヨーロッパの方だと16世紀後半までは、ヨーロッパの翡翠はネフライトだったみたいなことが書いてありますね。うん、なのでそれまで伝わってきたのがそのまあネフライトの方ということになります。でこういうドラゴンベースとかがボトルとかこういうものが装飾品として作られたよっていうのが書いてありますね。はい、でそのネフライトなんですけど、ネフライトの話も書いてあってですね、これですね、これがネフライトです。私ちょっと持ってないんですけれども、こういうもうすごく緑色、ちょっと反射してますけれども、濃い緑色ですね、濃い緑色のものがネフライトで、さっきも言ったんですが、ジェダイトよりも若干柔らかいっていうことが、ここら辺に、モースコードが書いてありますね。6.5 っていうふうに書いてありますね。はい。で、ネフライトも昔からいろんなもの、に加工されてきましたよと、装飾品であったり、こういうまあ普段使うものとかに加工されてましたよっていうことがね書いてあります。なので昔から結構ネフライトの方はまあ儀式にも使われたでしょうし、装飾品としてもかなり使われて、ヨーロッパにたどり着くまで、までにもいろんなネフライトが翡翠としてね、いろんな世界各地で出回っていたようです。はい、で今でもこのネフライトは例えばお土産屋さんとかでこの翡翠としてもし売られていて、安価でね売られていたら、もしかしたらネフライトの可能性が高いですね。はい、すごく分かりづらいんですけれども、ネフライトっていうのは見分け方のポイントとしては、はい、この紅玉ジェダイトの方はすごくこうブロック状の結晶形になってるんですよね。なんですけど、このネフライトの方は繊維状の結晶形になっているので、まあ見た目でもし判断するとすればそういうところと、あと色ですね、この色の違いをお分かりいただけるでしょうか。ネフライトの方が濃いです。はい、これで見分けるしかないかなと思いますね。素人目というか、その実際売られているところでね判断する場合はそういう形になるかなと思います。でそのネフライトの方はですね、全然ジェダイトと全然鉱物のその、グループが違うことになります。ネフライトの方は
核戦績グループというふうにというところに属していて、でそもそもその核戦績っていうのがもう本当にいっぱいあるんです。ウィキペディアとかで核戦績って入れて調べてもらうとすごくお分かりいただけるんですけど、もうかなりの種類があって分類するのがすごく難しいっていうのが核戦績グループです。なおかつ結構その山とかそういう地面ですね、大地に含まれている割合っていうのが核戦績はとても多いですので、身近に溢れているということになります、うん、なので身近なものなんだけども、その分ね分類が難しいっていう感じになりますね。さっき英語でジェダイトとも言うしジェードとも言うよっていう風に言ったんですけれども、そのジェードっていう言い方は今は、ジェダイトも含むしネフライトのことも含むっていう感じで、結構総称というニュアンスで使われることが多いです。講義で、ね、ジェードって使うことが多いので、そこもご注意いただけたらなと思います。でさっきの本の通り、ジェダイトの、まあ、ネフライトのと言った方がいいのかな、歴史はとても古いです。もう本当に古くから使われてきました。日本の話をすると、さっきね世界の話が出たので日本の話をすると、日本では縄文時代より前、石器自体から石の斧として使用されてきた歴史がありますね。で縄文時代の中期にはペンダントとか、あとは弥生時代には勾玉などが作られていましたね。なので、教科書にもワンチャン載ってた可能性があると思うんですけれども、なぜかっていうとジェダイトはですね、まあネフライトはネフライトの方だとは思うんですけど、はい、そちらはですね権力とか呪力の象徴として使われてきたんですね。権力を、昔はですよ、昔は権力を持つ者は同時に霊的な力も持っていたと言われています。これは逆説的に言えば霊的な力を持っている人が権力者だったっていうことでもあります。それでね村を治めていたっていうことなんですけれども、なのでその象徴としてジェダイトあるいはネフライトが使われたということですね。で日本でじゃあジェダイト取れるのかというとですね、取れるんですね。新潟県の糸魚川付近に、交渉がありました。今でもあると思うんですけれども、そこは天然記念物となっていますので、そこでの採掘は禁止されています。なので、糸魚川付近でもし見つけようと思ってもですね、これは法律上ダメなことなのでご注意ください。はい、で富山とか福井とかそこら辺でもどうやら海辺を歩いているとキラッと光ってね、それは翡翠だったよみたいなのとかもどうやらあるみたいです。ただ素人目ではこれが翡翠なのかそれともネフライトなのかあるいは別の石なのか、メノウという可能性も大いにありますので、そこら辺はですねやっぱり詳しくないと自分で採取はできないかなっていうふうに思います。最後にここが気になるところでもあるんですけど、ジェダイトの魔術的能力が何なのかっていうお話ですよね。まずジェダイトはですね、端的に言うと笑いを招くっていうところが挙げられるかなと思います。笑い笑顔ってどういう時に、笑顔になりますか皆さん。多分小さな喜びを見つけた時とか、ちょっと心が幸せ、ちょっとハッピーになった時とか、思わずクスッと笑ってしまうような感じがあるかなと思うんですけれども、まさにジェダイトを身につけあるいは、魔術的な願掛けを施すことによって自分にとっての小さな喜び、小さな感謝っていうのを気づかせてくれるっていう能力があると魔術的には言われています。乙女座の守護石になっているんですけれども、乙女座の人というのは結構仕事人間だったりしますね。
効率重視の効率中とも呼ばれたりします。あとは、私も乙女座ですが批判精神が、豊富だということがありますね、うん、なのでちょっとねドライでちょっと冷たい印象を与えがちな乙女座、まあロマンチックなんですけどね本当は、でもそういう印象を与えがちな乙女座にとってですね、日頃の小さな喜び、小さな感謝、小さなリラックスなどを大事にするようにということで、おそらくこのジェダイトという石が、守護石になってるんじゃないかなと私は思いますね。はい。で、小さな喜び、小さな感謝に気づかせてくれる、あくまでも気づかせてくれるんであって、例えば幸せを招くという直接的な感じではありません。なので、ジェダイトの使い方としては、例えば、願いがあったとしたら、その願いのサポートのために一粒入れるとか、そういうやり方が多いですね、うん。なので昔の人が、権力者たちが、お守り代わりにマガタマアクセサリーなどを作って身につけたというのはですね、もう本当に小さな喜びであったり、そういう感謝であったり、昔は自然信仰でしたので、そういうことも必要だったのかなというふうに思います。もちろん現代でもそういうことはとても重要なことだと思いますので、なんかこう身近な中で感謝とか喜びっていうのが最近、心がすさんでいて見つけられないなみたいに思っている人は持ってみるといいのではないでしょうか。魔術的な使われ方だと、例えばブレスレットに一粒入れるというやり方を私はしているので、こういう、ね、ビーズタイプの石を私は持っていますが、もし例えばもっと大きな原石の状態で持ったりするのもいいですし、あのペンダントトップの形で持ってみるのもいいかもしれません。黒猫魔術店の方ではシルバーのペンダントトップとこのジェダイトを合わせた乙女座の守護石のネックレスも販売しております。はい。なのでネフライトとその、ネフライトとして売られている翡翠っていうのもあったりするので、ま、昔よりはもしかしたらないかもしれないんですけど、昔はそういうのいっぱいありました。なのですごく気をつけて、仕入れていたんですけれども、もし今でもちょっと実はネフライトだったみたいな石もありますし、あとはジェードという名称で売られている翡翠の中でも天然色のお色ではなくて、例えば、着色したジェードっていうのも結構あります、はい、なのでそういうのがちょっと自分では見分けつかないなって思う方はですね、黒猫魔術店を利用してみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回は黒猫魔術店の魔女ミツネコがジェダイト、翡翠ご紹介しました。よく聞く、お名前の宝石だとは思います、鉱物だと思いますが、意外と知られてない歴史のことであったり、あとはそっくりさんいたりしますので、皆さんお気をつけください。ということでご視聴ありがとうございました。またね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録、関連動画もぜひどうぞ。もっとオカルトを知りたいという人は黒猫魔術店のブログやノートもあります。そちらもぜひご覧ください。